沖野修也です。僕はですね、毎回スピーチをしたりはしないんですが、選挙区にメッセージを込めてまして、愛と平和、そして自由について、歌われた曲を今から少しの間皆さんに聴いていただきたいと思います。こういった音楽がですね、平和と自由のある日本で楽しめることを皆さんに感じてもらえると幸いです。短い間ですがお付き合いください。 DJ はお付き合いニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのメンバーで、今松戸の市議会議員やってますデリです。今日は僕も安保法案反対っていう気持ちを、平和を願うっていう気持ちを込めてここにやってきました。賛同に行く人どんどん入ってきてください。 DJ 沖野修也、この星十字は欲しい欲しい、常に奪い愛に飢えるから俺ら愛を飢えよ。渋谷駅周辺ごつごつに皆さんお騒がせして申し訳ございません。悪の数軸永田町からやってまいりました。生活の党と山本太郎と仲間たち共同代表、山本太郎と申します。よろしくお願いします。山本太郎は世の中的には色物として扱っていただいております。非常に喜ばしいことです。政治に興味を持つきっかけとして、ぜひこの色物を見ていただきたい。どうして山本太郎が今日ここにマイクを持ってに立つのかって話なんですけども、ワンピースフェスティバルという名前でミュージシャンたちが市民と一緒に政治に対してアプローチをしていこう、関心を持っていこうという場をここに持ってくださいました。その場でマイクを握らせていただきます。国会議員、参議院議員になって2年が経ちます。この2年間ではっきりしたことがある。永田町の中に入って参議院の最前列に座り、はっきりしたことは、政治は皆さんの方を全く向いていないということ。何から何まで余計な提言を続ける経団連が先日10日に新たな提言を出した。一体どういうことか。この国の成長戦略として国家が後押しをして推進することによって武器を世界中に輸出するのにもっと力入れろって言ってるんです。今まで武器の輸出は制限されていた。それを事実上解禁したのが安倍総理なんですね。武器輸出三原則を変えた。これによって喜ぶのは誰か。三菱重工、川崎重工、日立製作所、NEC、もっとあるいろんな会社、自動車もいろんな軍事に関わる企業すべて、繊維関係もすべて、アベノミクス第3の矢、成長戦略、それは武器だったんですよね。安保法制真っ向から反対します。まだ諦めてません。最終的に法律に従うか従わないか一人一人の態度で示せるんですよ。まだまだ長い話ですから、自分たちの日常や暮らしをしっかりと大事にしながら、運動のために友達や家族を犠牲になるべくしないように手を取り合いながら、息長く反対するよりも作っていきましょう、俺たちの国を。いやまあ30日はまあシールズの若い子たちが頑張って全国同時多発デモというのをやって、それでこういう動きっていうのはやっぱり、ああそれで何も変わんないじゃんって一回一回で諦めたり一喜一憂するんじゃなくて、やっぱり俺たちは変わるまでやるしかないなと思います。君が耳そばだって聞いていると思うと、君が耳そばだって聞いていると思うと、歌を歌おう、その耳から。言論の自由というのは憲法の中にあるんではない。憲法はただ保障することにしかない。言論の自由は私たちの魂の勇気の魂の中にある。この魂の言論の自由を飽きるのは勇気という体験が必要だから、はっきり物を見る、はっきり喋る、はっきり見る、ほら、
戦争から始まる。だから核が爆発する前に我々は個人個人が持っている魂を早く炸裂させること、人間の魂が早く炸裂すれば核は消える。同じように人間の心の中に風が吹き雨が降れば地球上のこの砂漠化は全部緑になる。それじゃあ上がりの海から波打ち、あれあれ浮みがいもゆんど風吹けよ雨降れよ、ヤマトの島に風吹けよ雨降れよ、ヤマトの島に風吹けよ。